はい、では荒海村視察の2日目が、まあ、もう終了なので、今日のまとめもしておきたいと思います。頭もちょっとそれで整理したいと思います。はい、はい、で今日は、まず最初に、不動産屋に来ましたですね。田島駅っていう近くの美濃屋だっけ、美濃屋不動産、美濃屋不動産、はい、でまあそこでは物件はなかったですね、こっちの要望のね、うん、まあ、過敏症の方が住めそうな物件はなかった、まあ、過敏症のことは知ってたし、うん、荒海村のことも知ってたんですね、うん、その不動産屋さんはね、うん、まあそれを上でまあ今なかったんですよね。でもっと他にそのここ南会津町ですけど、只野町とか、はい、昭和村とかの方がいいんじゃないかみたいな提案を受けてそうなるほどということで、まあ、そこら辺の空き家バンクとかね、もう出てるよみたいな話だったんで、そこら辺を自分たちでその後調べましたと、うん、Google マップでね、はい、良さそうなところ全部調べたけど全部ダメだったんですね。結局、ま、なんだ隣の家が近すぎたりとか、うん、国道が近すぎたりとか、うん、っていうことでまあダメだったっていうことでその後なんだっけ、その前町長さんと打ち合わせするためにまた荒海村の方に行ったと、うん、でちょっと時間があったんでまた荒海村の視察を一回して、まあ、美島ロハスセンターの跡地であるとか、うんうん、その他のそのなんとか細かい、え、これなってるんですか、誰か。メインの土地とかを見ながら、うん、メインとかサブの土地とかを見ながら、あれこれ言っていいんだね、うん、で、そうそうそう、そこでね、見て、新たな疑問とかも確認して、うん、で、1時になってそのまた夢の湯行って、で町長さんとお話したと、はい、まあ、メインですよね。でその時まあ甲斐さんがすごくメモってくれたんですけど、なんかどんな話してたかってなんとなく言えます。あ、はい、まあね、元の町長さん、うん、湯田さんですか、湯田さん、湯田さんですよね、あの町長になったいきさつとかね話してくださって、すごく尽力してその厚生労働省に今掛け合ってて、黒根さんが言ってましたけど、保険の適用とか、話もよくよく聞いてみたら湯田市長さんの、ああそうそう、だからすごいなと思ったのは、その多分化学物質過敏症病名登録まで持ってったきっかけは多分その町長さんがやったっぽいですよね、うんうんうん、はい、でなんかもともと何だっけ、始まりはその荒海村作った池谷さんって人、うん、と出会って、そういう人たちが住めるようなところを作ろうということで、うん、すごい動き回ってくれて、うん、でその過程で、北里大学と千葉大学、うんうん、千葉大学もなんか過敏症研究してるらしいですよね、うん、医学部かなんかが、はい、それ初めて知りましたけど、そことかと連携してくれて、だからなんかそういう障害年金とか取れるような体制を作ってくれたらしいんですよね、うん、だからその荒海村を作るっていうのとはまた別に国にも掛け合って、そういう人たちがなんか救われるような政策っていうことで、うんうん、それはすごい、まあ、今も実を結んでね、そのあずささんも障害年金受け取ってますから、うん、っていうことで、そうですね、すごかったですね、うん、暑い暑いっていうか、そうですね、うん、で、まあ、まあすごいですね、国にだいぶ掛け合ってくれたから、荒海村の、要はでかかる費用だいぶ引っ張ってきたんだよね、はい、どっか引っ張ってきたんですか、国土交通省から2000万って言ってましたね、うん、あ2000万引っ張ってた、でそれでロハスセンターを作ったみたい、あそういうことか、
はい、うん、そうそう、国土交通省に関わってその2000万引っ張ってロハスセンターでしょ、であと厚生労働省、はい、厚生労働省ですね。に掛け合って、はい、その6000万って言ってましたっけ。あれ6000万それは何使ったの。違う。6000万が2000万間違いだった。6000万は、町長自身が掛け合ってロハスセンター作るために引っ張ったって言ったんだ、うん、で2000万はなんか、あ、これ道逆に言うたじゃないか。あ、そっかそっかそっか。厚生労働省の方には、だからさっきのやつだ、その病名登録とか。そうだそうだそうだ、そう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 、国土交通省に2000万って言ったんだ。そうだそうだそうだ、うん、はい、何も言わなくてもそっちから勝手に行った。そうだ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 、はい、そうやって期間まで夢の夢魔女子、夢の夢魔女子、あれって違うじゃん。うん、素晴らしいですね。はい、うん、でプラス、まあこの南会津町の、まあ、なんだっけ、場所を提供するってことで、うん、探してくれて3つ候補出して、荒貝村を作る前ですよね。そう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 、はい、でそのうちの候補の一つが荒貝村で、はい、そこがなんだっけ、その行政の機関だ、土地だったんですよね。はい、町なんつったっけ、財産区、財産区言い方しましたね。町長の一存で全部決められるっていう使い方、ね、まあ、正確にはなんか管理者って言ってましたね。あ、町長が、で、あの財政議会議長さんが、あ、ちなみにあそこ夢の湯、あ、はい、ここで、まあ、話し合いしました。すげえいいお湯なんでね、あの硬派な温泉です。、うん、まあいいや、で、何でしたっけ。あ、そうか、3つ候補があって、はい、荒貝村が行政財産区、財産区って言ってましたね、だったんで、はい、これならいいやということで、そこに村を作るっていう構想、はい、荒貝健康村、キャンプ村になってました、ね、はい、まあ、ただなんか言ってましたね、その反省点としては、その自分が町長じゃなくなっちゃった時に、一存で、その次の町長の一存で完全に命を絶たれてしまうっていうリスクがあるってことを知ったっていうことで、それはまあ悪いことしたなみたいなことは言ってましたけど、そうそうそう、なんで亡くなっちゃったかっていうと、結局次の町長になった時に、そのまあ反対されて、そうそう、あの水止められちゃったんですよ、水と電気止められたんですよ。なんか、あの沢の水を引いてきたらしいですけど、うん、その土砂崩れか何かで沢の水が使えなくなったそうなんですけど、はいはいはい、それをきっかけにその修理をしなかったみたいですね、まず電水の方は、はいはいはい、そんな話してます。怖いっすよね。怖いっすね。はい、電気ももちろん道路のところまでは来てるんだけど、荒貝村に入る手前で、うん、もう止めるぞみたいな脅しをかけられたみたいなこと言ってましたね。いやだからさ、なんか思うけど、どうなんだろう、その時に、まあ、YouTube とかでその様子とかやってたらちょっと変わるかな。どうですかね。いや、まあ、なんか殺されそうだみたいな。新しい町長に殺されそうだ。まあ、わかんないけど、でもそうやって騒ぐ人はまあいなかったのかもしれないですよね。まあまあ、でもそういうことですよね。あと電気止められたってましたよね。電気は、まあ、止められ正確には止められるっていう脅し的な感じなのですか、実際はまあ止まったのかどうかちょっと分かんなかったですけど、うん、脅しには間違いなく使われたみたいですね。で、条例も廃止されちゃった、条例を廃止されたって言ったんですよね。せっかく本に書いてあるから、僕もね、黒羽さんと条例があるからいけるんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、ダメでしたね、結局は。法律、確かに法律あんましないですもんね、うん、普通は。なんか上書きと、ね、なんていうか、うん、はい、足し算足し算でやっていくのは消したってすごい、はい、めちゃくちゃ。だから今の、まあ、その荒貝村使った町長と今の町長の、うん、仲悪かったっていうか、うん、敵対してたらしい、うん、ですよね。で、まあ、理由は、まあ、まあ今の町長、今の町長前のね、まあ、今の町長一派はこれどっちだ、左か。これ右かやけたせ、ごめんなさい。あ、いい、うん、あ、そっか、さっき戻っちゃった。今の町長一派はもどっちかというと、その
地元民のためにっていうことで、うん、要は上市の人が来たところで金にもならんし、うん、まあお金落とすわけでもないから、うん、町のね、うん、だからまあ なんていうんですか、そういうのはその経費削減みたいな感じですよね、うんうん、なっちゃったってことですね。そうですね、うん、だまあ本当にまあ市長って感じなのかな。まあまあそういう意味ではその荒上が作った前町長さんはどっちかというとちょっと国政っぽいような働きまで知ってた人だっていうことですね、うん、オウム真理教がの施設が来たぐらいに思われた、ね、言われたって言ってましたよね、うん、それぐらいなんか、まあ、カルト集団みたいに見られてたっていうことですね。しょうがないですね。そうですね。あと何か話をしてあとあれかその荒海村の今の建物とかで、とにかくその本体の方は早く潰して元に戻せって言われてるって言ってましたね。小屋とか本体は正確にはそうですね、うん、本体は小学校があったところなので、うん、あれはあのままでいいらしいんですけど、うん、他の中に建ってる家とかを全部早く潰して売るなり、はい、なんなりしろって、要するにその小学校だけが建った状態の現状回復にしなきゃいけないってことで、その当時その建設に携わった、うん、なんていうんだっけ、これなんていうんだっけ、マルソーさんっていう大工さんが、うん、なんかもう売りに出してるっていうお話ですね。そうそう、マルソーさんはなんかその当時の協力者、うん、荒海村の協力者で、なんかそういう業者とかをまとめてたんですよね、はい、確か協力団体、うん、多分その木材とか作って作るとかやってたんだと思うんですけど、はい、でなんか今その要はその人にしわ寄せ行っちゃったってことですね。そういうことです ね、 ですよね、最初は責任者の池谷さん、まあ、池谷さんも含めてみたいですね、まあ、池谷さんと協力業者サポート団体が2つあるって言ってましたから、ね、見守りたいとその大工さんとか自警団みたいな、自警団見守りたいっていうのがあった、はい、こっちに岸和寄せが行っちゃった感じですね。逆に言うとその丸荘さんで今その荒海村 の、 その移動できる小屋が売られてる可能性がある、うん、そうですね、うん、っていうことで、うん、まあ本当なんていうの、多分トイレとかもないような小屋なのかな、うんうん、とは思うけど、うん、まあちょっとそこは調べてみたいですね、うん、どのぐらいで売ってんのかとか、ね、はい、移動費どのぐらいかかるのかとか、そうですね、うん、もちろんでっかいその校舎とかはもう移動できないからね、うん、しょうがない。あれどうするんですかね、潰すってこと。あれはあのままじゃないですか、ね、あのままあれはいいのか、でも中に1個移動できない割と一軒家あったじゃないですか、はいはい、あれ潰すのかな、あれはどうするんでしょうかね、あれもったいない、ね、あれはもったいないですね、あれ一番いいけど、ちょうど小久保さんちと同じぐらいの、同じぐらいの、ね、はい、あれが一番良かったんだけど、あれ一番欲しいよね、確かに確かに、でその入り口の美島ロカスセンターの方は国の金で建てたから、はい、そっちは壊せとは言えないらしいと、はい、その町長さんもね、その当時なのかあれですね、うん、年間12万円で貸してたって言いましたね、貸してたらしいですね、はい、だからそこはまあその明日役場に行くんですけど、貸してくれって言ったらなんかできるかもしれないよとは言ってくれましたよね、うんうん、まあ、ロハスセンターの方もその移動できない家と移動できる家がありますけど、うん、まあ、あそこにはだから要は町長さんのその現町長の 手はそんなにはつけられなそうっていう、うんうん、財産区ではあるんだけど、うん、っていう感じですよね、うん、本体はもうちょっとどうしようもなさそうな感じで、一応名前ある、その、うん、財政区の財政議会の議長さん、ああ、はいはいはい、財産区渡辺さんと言ってましたね、はい、渡辺さんはあれじゃない、今市長じゃない、渡辺さん市長なの、市長、あ、うん、うん、渡辺なんとかだった、さっき調べたら、あ、そうですか、あれもう一人なんか名前言ってたのとか、どっかに多分ね書いてある、渡辺克行さん、これもじゃ市長、あ、そうですか、渡辺なんとかだ、市長、そうか、違う名前出てたっけ、今
けど、そうなんですね。あ、その人がそうか。その人がそうなんですね。渡辺克之さんが市長なんだ。うん、ちょっと下の名前忘れちゃったんですけど。はい、そうですね。あ、そうですね。で、第三区の人は、うん、市長とはまた別の組織だから、はい、そこにアプローチするのはいいんじゃないかと言ってました、ね、そうですね。で、議長さんがもうほとんど全権を握ってるみたいなもんだからってことらしいですね。だからそちらから提案が降りてくれば、そう管理者である町長も、うん、まあ、犯行を押さざるを得ないみたいなニュアンスでしたね。はい、言ってましたね。はい、そこは明日、まあ、役場行った時に一応ちょっと聞いてみようと、はい、あれ、これそうそう右？分かんなかった。まあですね。まあか。うん、で、あと何の？なんかいっぱい話聞いたからなんか。まあでもそんな感じですかね。そんな感じか。で、それで候補地の3つのうちの、あ、そうそうそう。もう荒海村を復活させるのはなかなか至難の業っていう感じはしたので。うん、他にね、あらかうん、最初に言ったね、候補地3つのうちの他の2つはどうなんですかっていう話で、そうですね、そのちょい1つを案内してもらった。そうですね、はい、もう1つはなんか伊那の古町って言ってましたね。雪がすごいですね。そうですね、こっちはもう畳に近いから、うん、もう雪がすごいからっていう話で、ちょっと、うん、まあ、今回はパスで、はい、一旦その違う方、はい、うん、小出ヶ原っていうところ、はい、なんかもうめっちゃ地元があれですよね。なかなか地図でも出てこない。そうですね。あ、まあそれはその様子は動画で、別の動画で、はい、撮ってきてるというところですかね。うん、なんかあったかな。池谷さんとか西会津の方に行って活動してるんじゃないかとかっていう。ああ、池谷さん、そうそう、池谷さんの所在はね、やっぱちょっと知りたかったんですけど、はい、ちょっとね、省庁さんも今はちょっと知らなくて、うん、西会津の方に行った、うん、いや、なんかあのニュアンスだと、その、うん、省庁さんからかかってきても、その池谷さんに、うん、その後始末のしわ寄せが来ちゃうから、うん、出ないっていう感じでしたね、うん、電話にね。あ、はい、うん、まあもちろん今の、町長さんそんなつもりはないんでしょうけど、それは出にくいっていう感じですかね。はい、まあ、今疲れちゃってるってあんだろうしね、うん、ご健在なんだと思うんですけどね。あ、ちょっとだから残念ですね、連絡が取りづらいというか。あ、そうですね、感じでしたね。そうだね、情報はものすごく、うん、まあ、いろいろ真相も分かったし、うん、真相分かったって感じ。なんか一回役場にね、なんで潰れたんですかって聞いた時に、はい、なんかイノシシ被害がどうだろうとか、あ、なんかでも、まあ、沢の水が引けなくなった、なんかいろいろ言ったけど、ああ、うん、まあ、ちょっと表面的なことだった。あ、それはこれじゃないな、うん、違う、なんか蕎麦屋を右だった。川の水が引けなくなった、嘘ではないかもしれないですけどね。そこはね、嘘ではなかった。嘘ではないですね。こうもだからちょっと言葉を、そうでしょうね、選んで、選んでたんでしょうね。相当明日一応町長に会ったよってことを言えば、はい、全部知ってるって手でね、うん、話してもらえる。明日聞くことをまとめると、まとめておきたいと思うんですけど、うん、明日何を聞くんですか。明日聞く、まあ、まず、ロハスセンターのことですかね。そうですね、はい、だ、まあ、多分荒海村の方は、荒海村の建物は無理だと思うので、もう、うん、その丸荘さんとかに行くしかないと思うの で、ロハスセンターの建物についてと、小出ヶ原の登記簿。ああ、そうか、あそこの、はい、地図ですね。まあまあ、それ黒山さんも言ってたけど、そうですね、地図 で、地図と登記簿ですね。そうですね、をちょっと調べに行きたいですね。あ、そうです、あそこでもらえなかったら法務局が近くにあったんで、はい、行くと
まあ逆にちょっとね、黒柳さんと話したら荒海村の周辺の登記簿みたいなものを調べたいって言ったけど、それはもう必要はなくなったので、いらなくなりましたね、はい、むしろ小出ヶ原の方を調べたりしてね。でまあ、あと財産区の議長の連絡先ですね。そうですね、実際にその場にいればね、あ、はい、ちょっと合わせてみたいな。そうですね、その3つですかね。そうですね、それまあ財産区の議長、うん、そうですね、聞けば、うん、そのロハスセンターの建物とかももしかしたらスムーズにっていう形ですからね、内側からも、はい、もしかしたらですけどね、あれ使ってないやったら貸していただくとか譲ってもらうとか。そうですね、はい、いいですけどね。市長に直接アプローチは絶対無理そうなんで、うん、そっからしかも東京人だしね、はい、どうでもいいよ俺ら、うん。でまあ、あとはまあちょっとそのビデオ、小出ヶ原の方のビデオに少し言ってますけど、こう国の方に直接みたいなことを言ってまして、企画書を出してみたいな、はいはい、ちょっと言ってましたね、市長さん、前の市長さんが。そうね、できたらまあできたらね、分かんないの、難しくて、うん、難しいですね、政治の世界全然分かんないです。あ、これもう来すぎたかな。いや、来すぎた。え、いや、トヨタがいいんじゃないですか。いいんじゃっけ、うん、そのどっかで右曲がんなんでしたっけ、あの、小出ヶ原行くとき。え、小出ヶ原行くのから行って、そのそっから田島に行こうかとしたんですよ。ああ、そうだったんだ、うん、あ、ごめんなさい。でも、まあ、いっか、まあ、いっか、もうついちゃいましたね。うん、うん、OK。じゃあちょっと後でそこの道一回行ってみません。あ、いいですよ、いいですよ、うん、全然いいですよ、はい。これは逆側から声でかかる、はい、はい、オッケー、全然全然いいですよ、いいっすね、うん、はい、じゃあまあ一旦このところにしておきますか、はい、はい、じゃあ終わります、はい。